はい、毎度皆さんこんばんは、秋坊こと秋夫です。今日はね、今までありそうでなかったけれども、しょうもない晩酌になるかもしれへんねんけれども、しばらくお付き合いください。ということで、ね、今日なんやねん言うたらね、ビールはね、ちょっと新しいまたビール買うてきたんで、新しいのか、ちょっと冷蔵庫に貼っとったから、もう古いかもわからへんねんけどね、極上ゼロを言うて、アルコール 7% で糖質ゼロのやつと、これね、今日はこんな感じで見えてるかわからへんけど、ココイチのね、このビーフカレー、それとこっち側がポークカレーっていうことで、今日はスーパー行ってご飯買うてきました。こんな感じでございます。ということでね、僕どっちかでご飯食べること珍しいと思うんやけども、最近巷でさ、焼き鳥茶は何言ってんねん、カレーライスとか結構流行ってるの聞いたから、でね、この今見てもらったココイチのカレー、これね、実はとある視聴者さんにいただいてん、どういう関係があるんか分からへんねんけれども、前にね、僕確かカレーかなんかの動画、カレースパゲッティやったかな、なんかの動画上げた時に、だいぶ前ねんけどね、その動画見張った人が、秋坊、辛いカレーとか好きやろ、いうことで、これ食べー、いうことで送っていただいたんですよ、初めて。で、ココイチのカレーってね、お店では1回か2回食べたことあるんやけれども、ビーフカレーは知ってたんやけれども、このポークカレーとかあるの知らんかったからね。だから、ちょっと今日はそのビーフカレーとポークカレーを食べ比べしもって晩酌やっていきたいと思います。ということで、ほんまにプチ晩酌になると思うんやけれどもね、やっていこう。ということで、まずはそうやな、ビールから開けよう。これ。サントリーの極、いただくってやつ、プシュッと開けて、いただきます。せーい。わおー、今日も冷え冷えのビールでございますな。行っときましょう。皆さん、お疲れ様でした。ビール。これ、あれな、キリッとしてて、なんか、アルコール 7% 言われたら、きついんかなと思うけど、キリッとドライ的な感じやね。ということで、もうね、早速中身、温めてきてあるんで、早速行こう。ということで、こっちがビーフカレーの、ビーフカレーがこっちでございます。ということで、こう、サクッとこう切るやろ。切って、チャラーっとかける。ほう。これがビーフカレーやな。ビーフカレーでございますね、これが。ほいで、こっち側がポークカレーでございます。チャラッと開けて、で、チャラーっと。色は一緒か？あ、そうか。ビーフとって声が裏返って、ビーフとポークで肉がちゃうだけで、ね、え？ってことは具材っていうか味は一緒なんかな。これ見て、こっち側がビーフカレー、これで、こっち側がポークカレー、そんな変わらへんような気するけどな。ってことで、早速食べていこうねえ。カレーライス久しぶりですわねえ。ほんまカレースパゲッティしようかな思ったけど、カレーライスでもええか思て、スーパーで、こういうご飯、白ご飯売ってるやんか。で、白ご飯、そうや、白ご飯こうで、これでカレー食べよう思て。ということで、これが、まず、ビーフカレーでございます。うん。昔懐かしいというか、そうやな、子供が好きなみたいに甘くもないんやけれども、どっちかたら、インスタントチックでもないな。そうやな、言われてみたら、そらそうやな、ココイチさんのカレーやもんな。そういうことで、カレーか。ちょっとあれやな、大量に食べたら、ピリ辛っていう感じやね。ほいで、ビール。やっぱり、カレーでもビールは合いますな。そういうことで、ビールをまず入れて、チャラッと入れるやろ。チャラッと入れて、で、ね、最近新しいビールの紹介と、ビールの紹介やってなかったけども、前にさ、お弁当晩酌とかみたいなんで、大体この3本か4本買うてたやんか。それで、その残りが冷蔵庫入っとって。で、残りだから多分2、3ヶ月前のビールやと思うんやけどな、これ。極上ゼロ。今売ってるんかな、売ってないんかな、これ。キリッとした感じやな。ということで、今度はポークカレーとか、ちょっとこういうところでふきふきして、で、ポークカレーな。これがポークカレーでございます。ポークカレーで、ちょっとこんな感じでいっときます。
ん？味の違いは、あるかな？ちょっとな、こうやって、吸い取ったらさ、あ、でも、バーチーが分かれへんけど、これ味が分かれへんからな。こっち側が、ビーフやな、ビーフやな。うん。んで？ん？なんか、違うようで、同じような感じやな。なんか、気持ち的には、こっちビーフやでな。で、こっちがポークやね。なんか気持ち的に、ポークの方が、ちょっと、うん、辛みみたいなのが来るかなという感じだけど、なんでかな？ちゃうやろわ。ちょっともう一回食べてみよう。これがビーフやろ？うん。これがポークやな。いや、これ、同じような感じちゃうかな。多分、うん。なんか、このパッケージ見ると、ちょっと違うような感じじゃないけど、なんか、僕的に見た感じも、やや色がちょっとこっちの方が濃いような感じだけれども、うん。なんか同じような感じやな。見てみる。いやー。うまいな。早速ビール取ってくる。2で今ビール取ってきたんで、またプシュッと開けて入れる。チャラーっと。そうか、カレーな。カレーライスって食べんの何年ぶりやろ。だいぶご無沙汰ちゃうかな。前に確かね、カレー久しぶりに食べたんが、動画上げたと思うんだけど、あれもうどのぐらい半年以上前なのかな、カレースパゲティの動画上げたからやんか。カレーのリーいうのが好きで、僕激辛のカレー好きやからね。で、リーでそのスパゲティ食べて、で、あの時のカレーも久しぶりやって。で、カレーライスって基本的に僕食べへんから、だから何年ぶりや、もう下手したら5年10年ぶりぐらいちゃうかなっていう感じやねんけど、あんま食べた感じ分かれへんな。で、ちょっと味付けしてみる？もうちょっと食べてみようか。もったいないしな。これがな、ちょっと待って、見てもらおうか、もう一回。こっち側がね、ビーフ。で、こっち側がポークやね。見てみて、これ色の違い。わかるかな？そんな変われへんの？もうちょっと近づける？これ。こっちがね、こっち側がビーフで、こっち側がポークやね。こんな感じやからね。あんまり違いが分かれへんやろな。ややこっちの方が色が濃いから言うのんと、ちょっとこういうね、ゴロゴロっとしたお肉が、いっぱいは入ってへんねんけれども、ちょっと2つ3つほど入ってるかいう感じで、こっち側のポークの方は、ほんま、お肉チックなもんがないわ。ちょっとこういうのがあるかないう感じやねんけど、どうやろ。ポーク。うん、なるほどな。で、ビーフ。あ、言われてみると、こっちから先に食べるとなんとなくちょっと味が濃いかないう感じよ、ビーフカレー。うん、だからこっちから食べたらあんまりちょっと薄くなったのに言うのがちょっと分かりにくいかもわからんね。うん、何を評論かかってんねんいう話で、ビールでもさ、こんなんやったら、ね、ココイチさんに怒られるし、いただいた方にもいかんのかもわからないけどね、率直な感想。ここの、この絵とは違いますわ。違うけど、やっぱり、お店のカレーだけあって、美味しい。やっぱりレトルトの、ね、まあ、スーパーとかそういうところでもう、いろんな部類あるけれども、やっぱり変わってるっていうかな、まあ、僕カレー自体その食べへんから、まあまあどうかな、美味しいかなっていう部類やな。で、ここにいろんなトッピングが乗ってたりしたらうまいんやろな。うん、ということで、ちょっと味付けしよう。ということでね、ちょっと軽くソースをちょっとこうかけるやろ。で、これ、タバスコ。これいっとこう。これをな、ちょろ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 。ちょろ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 。うん。
タバスコのお兄ちゃんでございます。こんな格好、顔と比べるとこんなんでございます。そういうことで、でこれをこうチャラーっとこう混ぜる、混ぜて、でちょっとこうね、ポークのところで拭いて、でこんな感じかい。やっぱりこのタバスコの風味ね、え前にも言うたかもしれんけど、辛いの嫌いな人はあのこいつアホちゃうかと思うかもしれんけどね、タバスコ好きな人はほんまにね、あの辛いのが好きというよりも、あのねタバスコの風味が好きやね。あ、だからあの辛いのあれね苦手な人はもうここまでかけてあかんねんね。ということで、あのビーフカレーいってきます。ややこうまろやかなコクが出てうまいな。タバスコ入れたらね、まろやかになるんかい、なんねん、ほんまなんねん、タバスコの風味ね。分かってます？タバスコ自体好きな人っていてますでしょ。あのね、見てはる方も、あ、俺もタバスコ好き、私もタバスコ好きって、タバスコのその辛さが好きというよりもタバスコの風味がね、ええやんね、あれほんまにええよ。ビールうまいなぁ、うまいなぁ、けどもなぁ、もう何、外は寒いのに家の中でカレーの食べ比べやったら汗かくない話だよ。そういうことで、ビール入れとこう。ビールチャラーっと入れる、ええ感じ。でもうまいなぁ、極ゼロ。これもそうか、糖質ゼロか。極上の飲み応えって書いてあるけどね、これ糖質ゼロね。いつも飲んでるアクアゼロも糖質ゼロやからな。でポークいっとくか。ポークちょっと量産だらっといっとく。これね、ポークカレー、ポークのココイチさんのカレー、うん、にちょっとこのねソースちょろっと入れて、タバスコ入れたらええ感じになるわ。どっちか言うたらね、まあ辛いのが苦手な人はそのままでもええ感じだと思うわ。そこまでピリ辛でもないやけど、ややちょっと辛みが来るかないう感じやから。でもこれ売ってるんっていうか、あのね、どうだよの、そのセット2つ3つぐらいセットの、やつでこう送ってきてくれたんやけどね、あの視聴者さんが。でだから多分こういうのをココイチさんの店舗でも売ってるんかな、どうか分かれへんねんけどね。遅れまして、いただいた視聴者の方、ありがとうございます。また、何、こういうのもええでってなったら、また送ってください。お願いします。ということで、今日はカレーで晩酌でございます。カレーで晩酌っていうのもね、変わってるけど、でも、ね、晩酌に、その、何ていうの、これとは合えへんとかいうのはないからな。で、言っときましょう。ポークカレーでございます。うん。でも久しぶりにさ、こうやってご飯食べたら、やっぱりうまいな。僕どっちか言ったら、ご飯嫌いなわけじゃないですよ。嫌いなわけじゃないやけども、いやコメントなんかでもね、あき坊結構食べんのに太れへんなとかいうコメントありませんか。あれはね、太れへんのじゃなしに、僕食べたら太るんですよ。週末だから食べ歩きとかしてたら、食べたら太る体勢ね。だから、土日で太って平日落とすの必死いう感じだから、できるだけこう炭水化物というかご飯とかあんまり食べへんようにしてんねん、うん、だからき好きか嫌いかで言うと好きなは好きなよね。だから特に焼肉なんかでも、焼肉でこう何ていうの、焼肉と一緒にご飯とか食べるの好きなんですよ、うん、好きなんやけれどもね、極力やっぱりその控えとかんといかんなと思うから、ちょっと控え出したいけどね。だからビールとかで糖質ゼロにこだわってんね、今はね。ということで、ポークカレー、ポークカレー、ポークカレー、うん、うまい。ビール、でもあれやね、これ今日はいただいたものでビーフとポーク両方入っとったから、食べ比べしようと思ったけども、これビーフはビーフで、これ何て言うの、これね、スーパーで売ってたお米1人前は多分何も 250g か 300g ぐらいあるんかな。だから両方で 500g ぐらい、 500-600g ぐらいあるんかな。だからまあ普通で言うと大盛りのご飯ぐらいあるんかな。どっちかだったら、今日はまあ食べ比べやってるけれども、どっちかにまとめて、でその上にさ、スーパーとかで売ってるさ、
カツとかあるやん、ああいうの乗せたらちょっと豪勢なカレーになって美味しいやろな、うん、いい感じやと思うわ、うん、そうだね、これがビーフ、ビーフカレーな、ビーフカレー。そうだ、さ最近スパゲティ食べてないな、最近スパゲティ食べてないんやけれども、まあその話はいいんやけれども、その何やろ、このカレー食べようかなっていうあれになったもん、テレビやったわ、あれいつやろテレビやったかな、今あれなんでしょ、カレーめちゃめちゃ巷で流行ってるんでしょ。あのラーメンとかはさ、僕詳しくないからあれやんけど、二郎系とかなんじゃら系とかうんぬんで、そのラーメンにこだわる人っていうか、ラーメン好きな人ってめちゃめちゃ多いやんか。だからラーメンのその特集の、まあ YouTube とかでもせやねんけども、テレビなんかでもラーメン好きな人多いけれども、ほんま今なんかカレーが有名らしいな。やってた、テレビやってたんは、大阪のテレビやってんけどね。だから全国で言うたらどうなんか分かれへんねんけれども、なんか今大阪市内でも、カレーでも、何やったっけ、なん、インド系やったっけ、なんちゃら系カレーとか、なんちゃら系カレーとか、その、言うてることが、要は、だから、ラーメンで言うたら、二郎系とか、その、家系とか、なんちゃらって要素あるんでしょ、僕、詳しくないか分からへんけど。なんか、そんなんがカレーでもあるらしいわ。うん。そんなんが、大阪の梅田とか、難波とか、西区とか、うんぬんっていう、方のお店でもいっぱいあるから、いう特集やっとって。で、最近カレー食べてないな、と思って、思った矢先に、そうや、視聴者さんからこれいただいてたわーって、今日はちょっとこれを食べ比べやってみようと思って、こういう晩酌になりました。そうだね、ほんまにこれカレー好きな人は多いの、全国的に。うん。まあカレー美味しいけどね、じわーっと汗かいてきたけどな。そうだね、ちょっとこのビーフカレーいっとこう。ビーフカレーでございまーす。うん。うまいな。で、それでさ、カレーの中にね、まあ今日はやってないけど、生卵、ポコって入れんねん。で、あれは、どこやらのお店だったかな、大阪しかやってないでしょ。大阪の人しかやれへんねんで、カレーに生卵垂らすの。僕もね、たまにやんねん。昔やで、ね、最近はもうここ何年も食べてなかったから、カレーに生卵を入れたりとか、まあ、で今日はないけども、らっきょうとか、福神漬けとか、だー入れて、ばーっとかけ回して、食べるの好きやったんやね。で、卵を入れる風習っていうの、慣習っていうの、あれ、大阪だけらしいな。なんかのテレビやっとったわ。ということで、ビーフからいっとこう。うん。ビーフカレーやろ？で、ポークカレー。あー、やっぱり、ソースとタバスコ入れたけど、ビーフとポークやったら、ポークの方がちょっとまろやか。うん。優しい味やわ。で、若干やね。気持ち的にね。だから、うん。普通のカレーに近いのはやっぱりこっちかな。ビーフカレーやわ。うん。あれ？ということで、ビールビールないわ。ビール取ってくれ。ということで、今またビール取ってきたんで、プシュッと開けて、入れる。チャラーっと入れる。ね、そうか、この極上ゼロか、悪いことないけどな。まあアクアゼロとよう似た感じだよね。ポークカレー、ポークカレー、ポークカレーいってきます。うん。でも悲しいのがな、そら当然言ったら当然かしらけど、お肉がゴロ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 って入っといてくれたら嬉しいやけどな。そらそこまで入っとったらな、お値段が高なるわな、ポークカレー。うん。今ビールって言い込むんだけど、ビール行ったら味の比較が分かれへんから、そのまま行くわ。これビーフカレー。うん。やっぱりこっちの方、ポークカレーよりこっちの方がやや味濃い、やや味濃いし、どないだろう、具材もちょっとこっちの方が予算入ってるような気はするな。そんな変わらへんけどね。言うたら怒らへんけどね。これでビール。
なるほどな、うん、糖質ゼロにこだわってんねんけども、でもな、炭水化物でご飯いっぱい食べたらな、糖質いっぱいあるよな。そうか、どんなんかなと思ったけど、うん、ポークカレーもビーフカレーもうまい。でやっぱりちょっとそのアクセント的にソースとタバスコ、タバスコね、これ入れたんが僕は好きですわ。あのだから苦手な人はこのままでも全然美味しいと思うよ、ポークカレー。うん、この普通あれかな、カレーライスで晩食って珍しいんかな。うん、でもね、普通マクドナルドさんとかあのああいうハンバーガーとか食べ持ってビールっていうのも珍しいかな、珍しいかな。でもそうやな、ビール好きな人とか晩食好きな人何食っても晩食できねえんだね。そうで、もうポークカレー最後か。うん、なるほどな、じわーっと見てくれる、汗がちょっとじわーっと出るわ。やっぱりちょっとこの何だろう、辛さ成分が体にくるんやろな、うん、あのほんま自分自身では辛いう辛いのあれじゃないやけど、ちょっと口の周りがあのヒリヒリってくるのは多分これタバスコのせいやと思うわ、ビール。うまいね、うん、うまい。ということで、あれ？あった。これか。もうそんなんないな。行くでー。チャラーっと行けよー。うわ、終わりか？うわー、終わってもうたぞ、これ。わおー。ということで、ほんまなんか、今日はね、突然のその晩酌動画というんか、まあカレーライス動画というんか、まあ、どっちかわからないけど、ビーフカレー。うん。やっぱりこっちの方があの肉らしいのがあるわ、こっちはビーフカレー、こっち側は申し訳ない、あんまり肉らしいのがなかった。で味はどっちかな、うん、普通のあのリーあのカレーのリーさんとか僕好きやねんけどね、リーがどっちかでよう食べてたから、そこから比べるとあの両方とも甘口じゃなくて、ややこっちのビーフカレーの方があの濃い味付けになってるかなという感じやな、うん、まあでもね、辛いの好きな人は僕みたいにソースとかこういうタバスコで味付けしたらあの結構ええと思うわ、うん、ということでな、そうか、久しぶり何年かぶりのカレーやな、ちょっと感動、プチ感動いう感じやな。カレーライスいってみましょう。うん、ほんまあれ、ね、今日は食べ比べしようとか思ったからこうなったけど、ほんまさっきも言ったらねえや、どっちかにまとめるなり、まあまあ2つでもええんやけどもね。でスーパー行った時にそこらで売ってるそのカツとかさ、まあ、天ぷら、まあ天ぷらでもええと思うんやけどね、まあカツとか天ぷらとか上乗せたら、これはまたこれで美味しいと思うわ、うん、そこでこれも手軽な料理の一つやな、そこでホイデビールうまいな、うん、うまい。ということでね、ほんま、そうか、久しぶりのカレーライスやな、感動もんやな、ちょっと感動も、何が感動やねんってな。ビーフカレー、ココイチさんか、ココイチさん、うちの駅の近所にもあるんですけどね、前に宅配やったん、もうだいぶ前、1年以上、もうだいぶ前ですわ。ほんま、ココイチさんも宅配やってるからね。これ前に言うんだか知らんけど、ココイチさんって10辛までやったかな、選べるやんか。ほんで僕10辛を何回か食べたことあるんですよ。でもあの全然10辛辛ない、辛、まあ辛ない言うたら語弊あるか知らんけど、辛いのは辛いね、辛いのは辛いんやけれども、あのうわーっていうほどの辛じゃないからね。まああの他のね、 YouTube やってはる方の動画とかでうわーとかいうのあるけど、まあそれは個人個人のその見解があるから、ね、その刺激物、辛さに弱い方はうわーになるのか知らんけど、ほんま辛さが結構得意っていうか、ほんま好きな人っていうのはな、全然10辛普通に食えるからね、うん、そんなんで10辛以上できへんのかって一回聞いた思い出はありますわ。ならそれ以上できませんって言われたけどね。まあでもそのね10辛とかと比べると、この何今日食べたビーフカレーと
ポークカレーは多分これ0からぐらい1からとかそうなんちゃうと思うんやけどね。いただきましょう、ビーフカレー。うん、そうか、うまいな。久しぶりに食べたらやっぱりこのドロッとしたご飯の食感っていうの、ご飯にさあのカレーかけたりあんかけたりしたらドロッとするやんか。この食感も好きやで、ね、うん、ほいでビール。そうか、まあ結論から言うと、結論から言うと何も別に検証してないけど、あのね、ほんまあのここ一番のカレーをあの視聴者さんにいただいて、でいただいたからいうことで今日あの食べてみたいけどね、まあそのね、いただいたあの視聴者の方々、あの方々っていうか方、何回も言いますけどありがとうございましたまた何か送ってね、いやいや違う違う違うでもね、そのこういうココイチの一番のこういうパッケージになったやつあんの僕も知らんかったから、ほんまにわあこんなんあるんやと思ったんやけど、ほんまにねこんなんあるみたいです。だからまたね、皆さん食べたかったら、食べたかったらとか、これスーパーでは多分売ってないと思うんやけど、ココ一番さんのお店でも売ってるんかな。でも、どっちもまろやかな感じで、子供さんでも全然食べれる感じ。あ、そう、そんなに激辛でも、辛口っていう格好でもない。どっちかというと甘口やと思う。ただ、やや、こっちのビーフカレーの方が、具材がちょっとゴロゴロしたも入ってて、気持ちこっちの方が、濃い味付けかなっていう感じですわ。どっちも美味しいんやね。美味しいんやけどね。うん。ということで、カレーライス。久しぶりのカレーライス楽しみました。ビール。いやー、ということでね、ほんまにこの、冷蔵庫に入ってたビールも飲んだけれども、この極上ゼロか。これも美味しかったわ。7% やけどね。アルコール度数はきついな。きついけども、だよな、飲み慣れてるからかもわからない。いつも飲んでるアクアゼロ。あれは 5% か 4.5% やね、アルコールね。まあ、そっちの方が飲み慣れてるから、やっぱりね、皆さん飲み慣れてる方が飲みやすいかもわからんけどね。ということで、まあ、ビールの評価もええし、まあ、カレーの、ココ一番さんのビーフカレーとポークカレーの検証も終わりました。ということで、ほんま、今日はプチ晩酌になりましたけれども、ほんまにしょうもなかったからには申し訳ないですけどね。また焼肉とかそういうちょっと豪勢な晩酌もするんで、それはまた乞うご期待ということで、本日は長々のご視聴ありがとうございました。ということで、チャンネル登録をされてない方はチャンネル登録お願いします。それでは方コメント、高評価もお願いします。ということで、次回の動画もお楽しみに。さよなら。